昭和の時代、カフェに置かれていたテーブル型のインベーダーゲーム。その後、家庭でもテレビにつないで遊ぶことができるファミコン、ファミリーコンピューターが発売されると、マリオブラザーズが世界中で大ヒット。その後、プレイステーション、セガサターン、PC エンジンなど、たくさんのゲーム機が発売されるも、時代ですね。現在は、ゲーム機本体よりも、ソフトウェアの時代。インターネット速度が高速化されると、ネットで基本使用料を支払い、現在はゲームの世界でアイテムを購入する課金タイプのアプリへと移行。その走りだったのが韓国のゲームソフト、リネージュ。日本でもブームになるほど人気を博した韓国ゲーム業界ですが、いやー、現在では上場ゲーム会社の半数が赤字に苦しめられているというんです。しかもその原因が韓国の法律変更と中国との貿易摩擦だったことが判明。このままでは韓国のゲームソフト業界のほとんどは消えていく運命のようです。こんにちは、世界のガルマンのエドワードです。先月、中央日報では韓国ゲーム産業の凋落についてこのように述べています。韓国の上場ゲーム会社の半数が赤字に苦しめられている。中国など外国製ゲームの構成と週52時間労働制などの規制のため、ゲーム産業の成長が鈍化したためだ。ゲーム強国と呼ばれた韓国のゲーム産業の競争力が大きく落ちたという分析が出ている。韓国経済新聞が27日に韓国の上場ゲーム会社35社を分析した結果、4、6月期基準で15社が赤字を記録した。6年前の2013年4、6月期の5社に比べ3倍に増加した。いわゆる 3N と呼ばれるネクソン、ネットマーブル、NC ソフトの上位3社は4、6月期の営業利益が1年前より 10% 以上減少した。同じ期間に上場ゲーム会社、5月に上場した SNK を除く営業利益も3942億ウォンから3595億ウォンに10% 近く急減した。韓国では世界で初めてオンライングラフィックゲームを開発し、アイテム販売など収益モデルを作ってゲーム強国と呼ばれた。だが最近赤字に耐えられず破産するゲーム会社が増加している。世界最大のゲーム市場である中国にゲームを輸出できなくなったのも競争力低下の要因に挙げられる。中国政府は韓国の高高度防衛ミサイルサード配備などを理由に2017年3月から中国国内での韓国製新規ゲームの流通を認めていない。韓国ゲーム学会会長を務める中央大学経営学部のウィ・ジョンヒョン教授は、週52時間労働制などで人件費負担に耐えられない中小・中堅ゲーム会社の破産が継続して増えるだろうと予想した。いやー、マジですか。サードの配備でゲーム業界までもが制裁食らってたんですね。その上、労働法改正で破綻企業が続出。これじゃあもう打つ手ないじゃないですか。サードだけでこんなにヒーヒー言ってるんじゃ。今、トランプ大統領が韓国との在韓米軍駐留費問題で要求しているインド太平洋戦略に参加しちゃったら、いやーもう半端ない経済制裁来ちゃうよ。前回の動画ではさらっとしか紹介しませんでしたが、中国はほんとめっちゃインド太平洋戦略嫌ってるからね。ゲーム産業だけでなく、サムスンなど大手財閥は相当苦しい思いを強いられるでしょう。宗主国の中国についてレッドチーム入りするのか、それともアメリカの西側諸国側につくのか、あまりメディアは語ってないけど、韓国の民主主義の存続って本当にムンジェイン大統領の一声にかかってるんですよね。以上、最後までご視聴ありがとうございました。